はいどうも、今回は格闘ゲームの経験者なんだけど、KOF は未経験という方に向けて、KOF のシステムや、どんな練習をするといいみたいなことを紹介していきます。なんですが、ちょっと、ストリートファイターシリーズとかとはちょっと違うところがありまして、それはですね、ジャンプの種類が多いっていうここがまず挙げられるっていうのと、あとは、ダッシュが基本的に全キャラずっと走れます。ずっと走れるタイプのダッシュです。一定距離進むタイプではなく、押しっぱなしというかレバー倒しっぱなしのずっと走ります。あとバックステップに関しては、いろんな格闘 2D 格闘ゲームと同じで、後ろに回数早くで、一定距離を、飛び乗る感じの。ちなみに出かかりに無敵はないですね。なので、この辺の性質もそうなんですが、性質の前に、操作になれるっていうことを、紹介するといいと思ってまして、それを、どんな練習をするかっていうのを、操作方法と一緒に教えていこうと思います。まずなんですが、ノーマルジャンプは、これですね。ジャンプの種類なんですが、ノーマルジャンプ、上要素入れっぱなしで、前ジャンプ、垂直ジャンプ、後ろジャンプ、垂直、前ジャンプ、後ろジャンプ。これ上要素入れっぱなしにしてないとできないですね。そしてですね、他のジャンプ、今のジャンプはノーマルジャンプです。そして、もう一つが、大ジャンプですね。一瞬下要素に入れてジャンプですね。ちなみに垂直ジャンプの大ジャンプはできないです。一瞬下に入れて真上に入れても大ジャンプはできない。一瞬下要素に入れてジャンプすると大ジャンプになります。そしてですね、大ジャンプのもう一つのやり方なんですが、前方大ジャンプだけな話になるんですが、ダッシュ直後に、ノーマルジャンプを入力すると大ジャンプになります。これ結構重要ですね。これ置き攻めを仕掛けるときにめくりたいときなどにも結構使うんで、これは結構重要です。ダッシュ直後のノーマルジャンプで大ジャンプっていう、ちょっと前進してからの大ジャンプができるっていうのなんですが、これですね。あとなんですが、ですね、小ジャンプ、中ジャンプっていうのがありまして、上要素に一瞬だけ入れると小ジャンプになります。そうですね。そして、やっぱ小ジャンプなんですが、ダッシュ直後に真上に入れても、飛べないんですね、これ。ちなみにダッシュを入力、前2回素早くてダッシュ入力するとダッシュするんですが、必ず、すぐ離して、手を離しても一定距離進むんですね。これちょっと、KOF の特徴なので、覚えておいた方がいいですね。そして、この、必ず一定距離進むっていう時に垂直ジャンプ入力をしても飛べないです。ただ一定距離進んでるこのダッシュ中に小ジャンプ、前小ジャンプを入力すると中ジャンプになるんですね。これも結構重要なので、 KOF に初めて来てくる方はちょっと練習してもらってもいいかもしれませんね。あとはですね、ですね、中ジャンプ、その場から中ジャンプを出すときなんですが、下要素に一瞬入れてから小ジャンプですね。下要素に一瞬入れてから小ジャンプ、下要素に一瞬入れて小ジャンプすると中ジャンプになります。これですね、その場から中ジャンプ、
なところですね。あれ、あとは、こっちだ、こっちだ、金融会っていう動作なんですが、これも慶応、独自、今結構流行ってる格闘技の中では、大体まあ、慶応しか、金融会っていうのがないような気がしますので、この慶応、ちなみに、ね、でこの緊急会議なんですが、こっちです。ジャックパンチとジャックキック同時押しできる動作でこのような感じの動作で、こっちだ、こっちだ。でこれ打撃で出た瞬間から打撃に対して向きがある、特殊で、打撃にバム敵があるんですが、投げに対しては出した瞬間から無防備ですっていう、で終わり際に打撃に対して無防備な瞬間があるっていう特徴を持ってますね。これもこれ男子に合わせて使ったりたり、リバーサルで使ったりする。これも基本動作のダッシュやバックステップや大ジャンプ、中ジャンプ、中ジャンプ、4種類のジャンプ倒して、できるようにしておくと、練習してできるようにすると良いかもしれません。まあこれはこういうのは本当 KOF に慣れてる人はあんまいらないんですが、他の格闘ゲームしかやったことないような方はこういうのちょっと違うと思うんで、これこういうなんか基本的な動作、基本動作自体をちょっと練習しておけばいいかもしれないですね。なんか結構なんか小中ジャンプがやりづらいとか話はちょっと聞くので、まあ、本当ですね、基本動作を徹底的に入れ込んでおいてから基本動作とその普通動作などを合わせていったりとかいう練習をやった方がいいと思いますね。あとはですね、ダッシュに関してなんですが、ダッシュは先ほど言った通り急に止め、必ず一定距離進むんですが、これをダッシュをキャンセルして行える動作がありまして、これダッシュを先ほど言った通り、ダッシュ直後にジャンプすると、ノーマルジャンプ入力した場合は大ジャンプ、小ジャンプ入力、前入力した場合は中ジャンプになるんですが、これ、まあ、要するにダッシュモーションをキャンセルしてジャンプができるんですね。ただ他にもダッシュモーションをキャンセルして、出せる行動がありまして、それが通常ですね。ダッシュ直後に通常動作や、まあ必殺技も出せますね。何らかの攻撃動作はあと緊急回避もしますダッシュ直後、何らかの通常技や必殺技が あとジャンプ、あと必殺技ですね。特にダッシュ直後のコマンド投げは結構かなり重要なので、その辺覚えておくといいですね。ダッシュ直後のコマンド投げですね、これ対戦の中でかなり重要な要素なので、これもまあ練習しておくのがいいかもしれないですね。ダッシュのコマンド投げ、まあこの辺ですかね。以上で、まあこの辺のダッシュや基本動作や基本的な動きみたいなのは練習しておいた方がいいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。